ど激辛ジョニーです。今日もみんなおしゃべり火をつけちゃう。やってきましたー。はい、私今度は広島にいるんですけども、広島はですね、なんか辛いつけ麺が有名ということでね、今日は辛辛亭さんの新天地さんに来ております。これも上りを見ると通りでね、これ辛辛亭のつけ麺というね、これ文字があります。いかにも辛そうな店構えになっております。辛さが売りの専門店さんなんで、よくね、なんか激辛チャレンジメニューとか言ってね、うわーっていう辛さではなく、今回はね、まあ、旨辛の、商品をつけ麺を紹介していきたいかなと思います。おすすめの辛さレベルが30倍なんで、まあ後からこの辛さレベルが調節できるんで、まずは30倍の方を食べて、そこからこう辛さを増していくような感じでいきたいかなと思います。それでは広島の辛辛つけ麺を堪能していきましょう。レッツゴー。チャーシュー盛りの辛さ30倍でよろしくお願いします。はい、でこれはね、スープのベースは和風醤油ベースになっているそうで、そこに唐辛子を足して、辛みを出しているという、つけ麺になってますので、ね、非常にちょっと楽しみですね。で一応これ辛さが、1倍から10倍まではまあ無料で、やっていくんですけども、11倍以降はまあ1倍ごとに、まあ、プラス10円と辛さ追加料金になりますね。すごいな。納豆入れるんですか。美味しいんですよ。おお、初めて見た。つけ汁がちょっと冷たい。これが広島のつけ麺。おお、ありがとうございます。うわ、チャーシューがあーうまそう。チャーシューがうわーいいね。この麺の中心に唐辛子がパラッといただきます。さあ、辛辛亭さんのチャーシュー盛り辛さ30倍お手並み拝見ですよ。あー、すごいね。このスープにふんだんにこうごまが入ってますね。いただきます。もう真っ赤っかですけど、やっぱ和風醤油だけあって、こうあっさりした味わいですね。美味しいな。これはきゅうりですかね。そうです。きゅうり、ネギ、キャベツ、なんか冷麺っぽい味わいですね。目に浮かれますわ。これ美味しいな。ヘルシーだね。ついついこれ全く熱くないのに、いつもの癖でプーフしちゃいますね。これしっかり、これね、具材にもうこのつけ汁がつくんですよ。いけるね。替え玉、はい、プラス辛さを50倍にしてもらっていいですかね。50、はい、はい、ここでさらにちょっと追い辛タイムということで、いいね。これ旨辛オブ旨辛って感じで、ありがとうございます。ちょっと赤黒くなったような感じがしますかね。まあ、いつもみたいにこう汗かきながら、熱いってこうラーメンするんじゃなくて、今日はね、涼しい顔しながらこの激辛料理を楽しめるっていうことでいいですね。さあ、じゃあ50倍きたんで、替え玉もしたんでね、しっかり。よし、じゃあこれまたすすっていきましょう。確かにちょっと辛みが重くなった部分はあるんですけど、うま辛い。この辛みが食欲を増進するわけですよ。冷やし風がいいとこってね、あったかいとキャベツとかこう茹で上がっちゃうんで、しなしなになっちゃうんですけど、これはね、冷たいですから、この野菜とかこの食感もね、シャキシャキして楽しいですね。食べて美味しいです。もうあっという間ですよ。ごちそうさまでした。辛さレベルの発表していきましょう。カラカラ亭さんのチャーシュー盛り辛さ、じゃあね50倍でいきましょうか。50倍で発表していきましょう。辛さレベルじゃーんじゃじゃん、辛さレベル4でーす。おめでとうございます。4です。はい、まあ冒頭も申した通りね、辛うまが売りのお店なので、辛うまをこう追求したような、味わいになりました。やっぱこう辛さを追求しすぎると、こう旨味というものがどうしても落ちてしまうんですけどね、これに関しては辛い、なおかつうまいといった感じです。まあ、初めて冷やしつけ麺というものをこれ食べたんですけども、キャベツのシャキシャキの食感やら、きゅうりとかね、どうやらここはですね、自家製のラー油を使用しているそうで、それがね本当にこう口の中にパーッとこう香ばしく広がった感じで美味しく食べました。これね広島県内のみですよね。はい、広島県内のみで、やってますんで、もし、激辛マニアの方、広島に寄る際があったらぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんでフォローお願いします。つけ麺は冷やしだよね。